さあ続いてはこちらのコーナーに参りましょう。題してお宝プレイバック。前回日本の歌謡界を背負う9人の男性歌手のデビュー曲を特集しましたけれども、はい、今回は女性歌手デビュー曲特集として、日本を代表する9人の女性歌手のデビュー曲をお届けしたいと思います。ね、みんなやっぱこの番組でデビュー曲は1回ぐらい歌うわけですから。そうですね。だからこの番組はですね後にこうやって総集編でねいろんな形で流れますから、はい、油断できない。油断できないです。いつ使われるか分からないですから。そうなんです。さあまず1曲目は2005年の岡みどりさんのデビュー曲おけさ渡り鳥です。岡さんは兵庫県のご出身なんですけれども幼い頃から民謡を学ばれていたんですね、はい。小学校5年生の時に兵庫県日本民謡祭で初優勝をされたそうです、うん。そして18歳の時には関西のアイドルグループの一員としてデビューされた後演歌の道に進まれました。そうですね、あのアイドルやってたというとね永山陽子ちゃんなんかもそうですよね。そうですね、陽子ちゃんもアイドルやってね、そしてもうそれはそれで成功したんですけどね、でも演歌という世界にこう切り替えてね、はい、今もなお頑張っているわけでございますけれど、はい。さあそして2曲目はデビュー30周年を迎えました田川俊美ちゃんの1992年のデビュー曲女一人旅です。作詞は結城恵子さん、作曲は鈴木淳さん、そのご夫妻による作品なんですけれども、はい、お二人は和歌山から15歳で上京した田川俊美さんの育ての親でもありましたですね。このデビュー曲これでですね新人賞を総なめにしたりして華々しいデビューを飾りました。はい、はい。そして3曲目は坂本冬美さんの1987年のデビュー曲暴れ太鼓です。この曲は高隆さんの作詞で作曲が師匠の稲本幸章さんです。はい、はい。ちなみに冬美ちゃんのデビュー時のこのキャッチフレーズ、あ、これはいいですか。あったんですよね。あ、一応あったんです。19歳だったので、はい、でですねもう言う前から自分でも笑っちゃうんですけどもぎたて演歌今青春。おお、やはりこうアイドルの方だとフレッシュになるんですが、はい、演歌歌手ですのでもぎたてということで、で今よりね10キロ近く太ってましてもパンパンに太ってた頃ですからもうもぎたてっていう感じだったんですけどまあそれから36年も経っちゃいましてもう熟してる感じですよ。そうですか、はい、それ今がもう一番いい感じです。やっと人並みになりましたもう本当に人並み以上でございますけど、でもあの頃は本当に話長くなっちゃうんですが、はい、猪俣先生にもレコード会社にもデビューするにはギリギリの線だとギリギリだと、うん、まあ痩せなきゃいけないのもあるんですがもう顔も全てギリギリだぞと言われて、で、まあ、やっとの思いでダイエットして5キロ痩せて、あれでも5キロ痩せたんですか。あれでも5キロ痩せてデビューしたというね、いい大人の女性になりました。ありがとうございます、ね、はい、では参りましょう。お宝プレイバック女性歌手デビュー曲特集、こちらの3曲からお聴きください。どうぞ。
北の外れのこの街へ、いつか二人で行こうと、旅行ガイドの写真見ながら肩に甘えたあの頃、凍る容疑者の窓から白い吹雪が目にしみる、心を捨てる季節外れの女一人の旅です。下車したこの駅もあの日の本に出てます。待合室のストーブの火が真っ赤に燃えて切ない、あなたどうしていますか、遠く離れて忍べば、ああ寒い心乱れて、ああ恋しさだけが募る、あなた求める心叱りながらの女一人、夏が行く
小倉なだい続いても3曲お届けいたします。まず1曲目は新野美香ちゃんの1984年のデビュー曲カモメお前ならです。大阪出身の新野美香さんは11歳で歌番組に出演された時に、審査員だった作曲家の市川翔介先生との、出会いがご縁で、はい、門下生になられたことが、まあ、デビューのきっかけでした。そうですね、はい。まあ、その後ね、まあ、日本の歌手として初めてね、例えば韓国で、うん、アルバムデビューしたりとか、ニューヨークでちょっとした洒落た、ライブをしたりとか、はい、ジャンルの垣根も越えてね、まあ、貪欲にいろんなものを吸収して、まあ、頑張っているわけです。そうですね、もう美香さんのこの頑張りといいますか、はい、バイタリティっていうのはもうなかなか真似できないなと思って、少し先輩なんですけども、いつも背中を見させていただいております。割と ある意味では、ね、怖いもの知らずなんですよね。そうですね、度胸があるし、そう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 、いつも楽しんでらっしゃるイメージがありますね。いろんなことに、ね、チャレンジしていくっていうのはね、これもとってもいいことだなと思っているんですけれど、はい、ね、幅を広げてますます頑張ってもらいたいと思います。はい、そして2曲目は渡辺真知子さんの1977年のデビュー曲迷い道です。はい、この曲がいきなり80万枚の大ヒット、そして翌年のカモメが飛んだ日も60万枚を売り上げるヒットとなっております。その後もですね、口ぶりを熱く君を語れとか、凄まじい活躍でした。もういろんなね、渡辺さんもやはりこうジャズやラテンを取り入れたり、オーケストラとの共演でもう活動の幅を広げていかれました。これある意味では新野美香ちゃんもそうですけど、ね、渡辺真知子さんもなんていうかパンチ力というか、そうです、パワフルですね。パワフル、はい、これがなんか共通してる感じがしますね。しますね、はい、はい。そして3曲目は今年デビュー50周年を迎えました石川さゆりさんの1973年のデビュー曲かくれんぼをお届けいたします。今夜は石川さゆりさんのトリビュートタイムでご本人の当時の歌声と、うん、この日出演しました女性歌手の皆さんで歌唱された映像をご覧いただきます。さあ、では参りましょう。お宝プレイバック女性歌手デビュー曲編、続いてはこちらの3曲です。どうぞ。
違えて迷い道くねくね。
最後は3人のデビュー曲をお届けいたします。まず1曲目は天童よしみさんの1970年のデビュー曲風が吹くです。天童さんはデビューのきっかけとなった、全日本歌謡選手権で、審査員を務めていらっしゃいましたルポライターの竹中朗さんが作詞された曲でございます。そうです。そして曲はですね、なんと木村芳生さんが作られたんですよ。ギターの名手、はい、そういうこともあってですね、そして全日本歌謡選手権というと私の先輩になるんですけど、どちらが3代ぐらい、あ、天童さんが、そうそうそう、あ、そうですか。彼女はもちろんアマチュアで出たわけですよ、はい、そしてあまりのうまさに、芸名も天童と、天童吉田芳美っていうのが本名ですね。そうですよね。それで天童、もう まさにね、天が与えたこの、はい、子供のね、はい、このスター性を考えて天童という名前をつけたわけですよ、うん、なるほどね。そして当時はですね、カーステレオ用の8トラックのこのカセットテープがね、売れていた時代で、懐かしいですね。だから当時はね、3つあったんですよ。レコードでしょ、それが普通のカセット、はい、さらに8トラック、あ、だからね、売れたらね、うん、もうどれだけ売れるかっていうぐらい、あ、全部合わせて、そう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 、それが全部数に加算されるわけですね。そうそうそう、だからもうレコードは売れたらカセットは売れるね、はい、8トラックも売れる、わあすごい、もうね、レコード会社はね、もう本当にね、いい時代、ウファウファの時代だったんですよ本当いい時代ですねところがね、はい、天童よしみさんのこの歌は、まあ、いろんなところ頑張ってね、うん、ガソリンスタンドやレストランとかね、はい、あるいはまたボーリング場なんか、当時ボーリングが入ってましたから、ボーリング場で、そうそうそう、歌うんですか。まあ、そこでももちろんどっかで歌うんでしょうね。まあ、とにかくもう人が集まるところをずっと行ったりして頑張ってやったんですけれど、まあそのデビュー曲も含めてちょっと歌ヒット曲にはなかなか恵まれなかったんですよね。ちょっと長かったんですね。そうです。そしてあの、はい、トンボリ人情とか、はい、ああいう歌に出会うまでちょっと時間がかかったんですけど ね、 そうですね。でも頑張って、はい、まさに不屈の精神でね、はい、頑張って今があるわけです。ご両親とともにね、はい、はい、さあそして2曲目は由紀さおりさんの1969年のデビュー曲夜明けのスキャットです。作曲家の泉拓さんがラジオ番組のジングルとして作ったものなんですね、はい、ところが深夜ラジオから流れるルールル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 ルってはい、はい、今歌っていいものかどうかちょっと悩んだんですが、あの遠慮せず歌ってください。そうですか、はいはい、ということで五木さんが歌ってくださいましたで、まあ、澄んだこの女性の声に問い合わせが殺到しまして山上道夫さんの詩でシングル化されたんですよね。そうです、はい、まあ、ルルルとかラララとかね、はい、ほとんど、まあ、言葉がないわけですよね。歌詞がなかったんですね。それで、まあ、後半の方にやっと歌詞らしいものが出てくるわけです、はい、それがですね150万枚のヒットしたわけですよ。またそれから何十年後に、さらに何十年も経って今度は海を渡って、そうなんですよ、あのピンクマルティーニとのね、はい、その共演でさらにブレイクして、すごいですね。だからね、人間ってのは本当にね、分かんないもんですよ、はい、まあいろいろとね、皆さんデビュー曲から数十年経ってですね、うん、それがまた再ブレイクしたりするとこれは嬉しいですよね。です ね、 ね、はい、そして最後にお届けしますのは小林幸子さんの1964年のデビュー曲嘘つきかもめです。小林幸子さんは9歳の時にテレビ番組の審査員をしてらした
作曲家の古賀政男さんにスカウトされて、弟子入りしたんですけれども、まあ、それがデビューのきっかけになったわけですね、はい。デビューは10歳、当初ですね仲良しかもめというタイトルだったそうなんですが、うん、古賀政男さんのもっとスパイスの効いたものにという、その一言で変更されたんだそうですねえ、その記者会見の時にですね、まあ、古賀先生が、この度私は小児科もやることになりましたといった話は有名なんですよね。なるほど、はい、で1964年というとですね宮古はるみさんと同期なんですよ。ああ、そうです。そしてレコード会社もですねその第二の美空ひばりというキャッチフレーズで、はい、小林幸子さんを売り出し、まあ、見事ヒットを記録しました、ね、インパクトのあるタイトルですものね、嘘つきかもめって。そうです、そうです、小賀先生の一言で、ね、そうです、そうです、ね、でもね、はい、その後ね、まあ、小林幸子さんもいろいろとね、まあ、壁にぶち当たったりいろんなことを経験するわけですけれど、はい、思い出酒という歌に出会うまでね苦節、そうですよ、十数年あったんですよね。あったんですよ、はい、だからねデビューがすっとうまくいっても途中でそういう壁にぶち当たったりね、はい、あるいはデビューがうまくいかなくても途中でうまくいったり、うん、はい、まあ、いろんな例がございます。でも忘れてはいけないのがデビュー曲でございます、はい、ね、さあでは参りましょう。お宝プレイバック女性歌手デビュー曲特集、最後はこちらの3曲です。どうぞ。俺が生まれたあの村は海山千里に風が吹く、さらばさらばと風が吹く、風は鳴り鳴り親もなし街は木枯らし涙ぐも、見れば見るほど風が吹く、風は泣き泣き吹き渡る。
風は鳴り鳴り吹いていく。
続いてはこちらのコーナーに参りましょう。題してお宝プレイバック。昨年9月に日本を代表する9人の女性歌手のデビュー曲を取り上げた特集をお届けいたしましたけれど、はい、今回はパート2として新たに9人の女性歌手を選んでデビュー曲をお届けしてまいります。はい、まず1曲目は秋元順子さんの2005年のデビュー曲マジソン軍の恋です。はい、秋元順子さんといえばね、58歳でメジャーデビューされて、はい、異色の経歴の持ち主なんですけれど、はいはい、この曲は当初2004年にインディーズで発売されていたんですけれども、評判を呼んだことで翌年のメジャーデビューにつながりました。はい、そして、還暦を過ぎてですね、紅白にも初出場を果たされましたし、はい、まあ考えてみるとね、何歳になっても夢を実現させることはできる、うん、ということを、まあ、身をもって教えてくれましたね。そうですね。そして2曲目は永山陽子さんの1993年のデビュー曲日暮らしです。はい、永山さんは高校入学後に演歌歌手を目指して作曲家の市川翔介さんに弟子入りされ、当初は演歌歌手としてデビューされる予定だったそうです。うん、ただ16歳だったこともあり、あの演歌を歌うには早すぎるとの判断で急遽アイドル歌手としてデビューし、25歳の時に改めて演歌歌手としてデビューされました。はい、というね、はい、最初はアイドルからね、はい、そして見事に、まあ、演歌の方にね、はい、まあ、転向して、はい、まあ、よかったですよね、ある意味でね、よかったと思います。はいはい、そして3曲目は石原純子さんの1988年のデビュー曲惚れましたです。はい、岐阜県出身の石原純子さんはテレビで見た石川さゆりさんの津軽海峡冬景色に感動して歌手を目指し、父親を説得して上京、新聞配達をしながらデビューを果たしました。でもその努力がですね、はい、デビュー6年目の三日月情話、はい、そして翌年の夕霧海峡のヒットにつながっていくんですよね。はい、そうですね。まあ、いろいろとね、経験していくことは大事なことですからね。はい、はい、では参りましょう。お宝プレイバック女性歌手デビュー曲特集パート2、まずはこちらの曲からお聴きください。どうぞ。悪魔が仕組んだ出会いなら サタンに口づけしてあげる。命燃やして
忘れていたのに踊る胸封印ほどけて恐れぬこの時を許して隠して月雲よ命燃やして
ことが本当の愛ですか。言葉で愛を語れたら
続いても3曲お届けいたします。まず1曲目は香西かおりさんの1988年のデビュー曲雨酒場です。はい、いい歌でしたね。大好きな歌ですけども、大阪出身の香西さんは11歳の頃から民謡を始めまして、で高校卒業後は民謡歌手をしながら銀行員として働いていたそうです。その後上京して作曲家の聖川優さんに弟子入りして、で演歌歌手になられました。まあ、作詞は里森隆一さんで、作曲は香西かおりさんの恩師聖川優さん。はい、まあ、この曲でレコード大賞の新人賞を受賞して、はい、里村聖川のコンビの3作目はぐれそうのヒットで、まあ、紅白にも初出場しました。はい、そして、2曲目は伍代夏子さんの1987年のデビュー曲戻り川です。はい、ありがとうございます。作曲の市川翔介先生からはですね、なっちゃんの見た目はね、なんとなくこう弱々しい雰囲気だから、だから歌もローローとではなくって、風が吹けば倒れそうなっていう、うん、そんなイメージで歌ってって言われました。 あ、はい、ある女性歌手がね、その、まあ、ヒットして、そしてヒットを続けていくためにはどうしていったらいいですかっていう、うん、まあ、先生にお聞きしたそうなんですね。はい、その時に先生がおっしゃったのは、うまく 歌わないことだと、うん、っていうことをね、はい、おっしゃったそうなんですよ。へ、それこそ今言ってね、そうですね、朗々と、はい、淡々と、うん、でも詩の心だけはちゃんとね伝えられるように、はいはい、というのをね本で読んで、ああなるほどなと思ったこともあるんですけど、うん、さあそして3曲目は松本伊代さんの1981年のデビュー曲センチメンタルジャーニーです。はい、湯川玲子さんの作詞、堤恭平さんの作曲ですが、伊代はまだ16だからというフレーズが、はい、もう本当に衝撃的でしたね。そうですね、はい、その伊代ちゃんもね、昨年はデビュー40周年で、はい、ライブ活動も活発にされていましたね。はい、さあでは参りましょう。お宝プレイバック女性歌手デビュー曲特集パート2、続いてはこちらの曲からお聴きください。どうぞ。
愛しさが憎しみと
られる雑誌のように私のページがめくれるたびに放り出されてしまうのかしら。それが知りたくてとてもあなたの瞳の奥に旅してく私なのセンチメンタルジャー。最後はこちらの3人のデビュー曲をお届けいたします。まず1曲目は松原信枝さんの1979年のデビュー曲女のデフネです。この曲は昭和枯れすすきを書かれた山田孝雄さんの作詞で船村徹さんの作曲です。歌い出しから5回涙が続きますが、船村先生からですね、涙の歌い分けをかなり厳しく指導されたそうなんですよね。あ、難しいですね。もうデビュー当時はね17歳でしたから大変だったと思います。でこの曲でレコード大賞新人賞を受賞されまして、さらにその4年後に再発売されて大ヒットしました。そして2曲目は小柳ルミ子さんの1971年のデビュー曲私の城下町です。はい、まあ、ポップス系の訳詞などで実績があった安井かずみさんの詩に平尾雅之さんが曲をつけ、なんと160万枚の大ヒットを記録しました。当時の小柳ルミ子さんの担当ディレクターはですね、海外に精通して洋楽のセンスにあふれていた安井さんにあえて日本の情緒をテーマにした詩を依頼して、それで出来上がったのが格子戸をくぐり抜けで始まるこの曲だったそうなんですよね。だから新しいなんか日本情緒の歌が出来上がったんですよ ね、はい。さあそして最後にお届けしますのは水前寺清子さんの1964年のデビュー曲涙を抱いた渡り鳥です。はい、もともと畠山みどりさんが袴を履いた渡り鳥というタイトルで歌うことが決まっていたそうなんですが、はい、作曲家の星野哲夫先生がですね、まあ、レコード会社をね移られることになって宙に浮いていた作品になったそうなんですよ。大ヒットですもんね。そうなんですよ。だからね、
今でも言いますけどね、星野先生は本当に恩師でありお父さんのようだと、ずっとね今も感謝しておりますけどね、はい、はい。では参りましょう。お宝プレイバック女性歌手デビュー曲特集パート2、最後はこちらの曲をお聴きください。どうぞ。「姿勢の癖」
りましょう。はい、わかりました。今夜はお宝プレイバック女性歌手デビュー曲特集パート2として、日本の歌謡界を代表する女性歌手9人のデビュー曲をお届けしてまいりました。はい、デビュー曲は歌い手にとっては苦い思い出も喜びも含めて特別な意味がありますね。当時の気持ちを思い出して頑張りたいなと思いました。そうですね、やはりデビュー曲っていうのはね、まあ、歌手の原点ですからね。はい、まあ、うまくいく人もいればうまくいかない人もいれば、我々はうまくいかなかった方ですよね、最初は ね、 ね、はい、名前も変えたりね、はい、私もそうです。今夜はお宝プレイバック女性歌手デビュー曲特集パート2をお送りさせていただきました。